ある程度ハルチュ、例えば天使の絵とか女神の絵とかなんかそういうね、ことにしてちょっと募集してして、それに詩をつけて、そういうものをちょっとまあ大体40枚ぐらい、考えてるんですね。でオラクルカード、それから絵本みたいなのもちょっと考えてるんですね。でちょっとその流れはこういうふうにして、それで、販売して、その収益から、ね、次のものの、その何作るためのなんつうか、その献身してみたいな、ちょっとこうね、ホップステップジャンプ的に、やっていくような、ちょっとこうその流れを、まあ、ある程度考えているんですね。でそれをちょっともうちょっと分かりやすくして、まあ、進めていこうと思っているんです、うん、でカード自体も用意して、でこれは私は湯島で、まあ、湯島じゃなくてもいいんですけども、湯島とかで、まあ、カードリーディングとかもちょっと始めていこうかなと思ってますね。それから今度はそれを、まあ、ヒーラーさんとかセラピストさんが、まあ、他のをしながらそれも合わせて、使っていただいたりも当然できるみたいな形にですね、うん、というのも考えてる。それから DVD でその、まあ、あれは、まあ、10分ぐらいの、ね、あ15分ぐらいかな、あの DVD は 4つの人ですからね。で、それを流して、その後、ね、まあ、流してその朗読も入れたりとか、あるいは、ね、生演奏と何かコラボすることもできる、そういうふうにして、その後リーディングもするという、そういう一つのイベントっていうのもちょっと考えてるんですね。そうすると、それをもし リーディング受けたいって方が、多数いれば、逆に言えば、そこにそのセラピストさんの方も参加していただいてという形で、まあ、そういうのをまた映像さえ流せれば、あるいは、うん、まあそうですね、別にどういう規模で、小さい規模でも、うん、できるしみたいな、ね、大きな規模のところもできるでしょうし、まあいろんな形でそれを応用してやることができる。あと何かあったかな、あとね、他にも、ちょっとまあいろいろちょっと あるんですよ。それを早く募ってね、砦のそのね、ものとして、笠間を通してのいろんなね、そのそこだからギャラリーもあるし、まあイベントをするようなスペースがあるわけですよ。そこでなんかそのね、ムービー、上映会、朗読ライブみたいなのをやりたいと思ってます、ね、それからまあ、他でもどんどんね、できたらいいなっていうのがあって、どんどん、うん、それが広がっていって、まあ、他にはもっとその、なんていうんですか、その、さらにもっと、この空の重視し、あるいは女神のメッセージとして、もっと深いところを、もっと一番、もう核となる、もっと完全な解放、心の完全な解放、その、通常のブロックどうのっていうものを完全に超えた内容の、うん、それこそ、まあ、前にも記事にもちょっと書きましたけども、この人類史的な、もう本当に奥の奥の最深部のこのブロックを、ね、解除していくっていう、そういうところのどうすればいいかっていう話とか、まあ、そんな話も含めて、そういう、なんだろう、セミナーみたいなのも用意したりとか、まあ、ちょっとそういうのを考えてます。まあ、いろいろだから、いくつかこうあるんですね。で、それが全部こうつながり合って、展開していくっていう感じで考えてます。だから、いろいろ、その、なんていうんでしょう、核となる、こう、スタッフといったら、なんていうんでしょうね、メンバー。あるいはそのサポートしてくださる方とか、ね、
心的にこういろいろね、作り上げていっていただく方とか、ね、活躍していただくでヒーラーさんとかセラピストさん、うん、いろんなそういう、ね、それから作品を作る、ね、作るアーティストさんとか、まあ、そういった方を、どんどん、ね、募ってこれを立体的にどんどん展開して、要するに内的な覚醒といいますかね、本当に、なんていうのこの、うん、要は全ての人が本当にこの心の奥深いところに素晴らしいものを持ってるわけですよ、うん、素晴らしいものを持ってるんだけど閉じ込められた状態なんですから発揮できてない状況なんですね。それをその扉を開いてね、その心がね、大空をこう舞い上がってね、羽ばたいていくという状況で、もう究極に本当に思い通りになると、自分の願ったようになっていくと、必要な時に必要な人必要なものが与えられて、ね、必要以上に与える必要はないんですけど、まあ、ある程度、ね、なんていうか、うん、無駄なく、うん、与えられていく、うん、喜びに、ね、満ち溢れた、そういうふうになっていくと、無理したり別に何か何でしょう、うん、する必要がないというかね、そういうふうになっていくには一番大事な心の在り方なんですね。心の在り方が結局、まあ仏教的には百八つの煩悩、そういう要するにエゴですよね。それが心の根底のエゴ、いいことをするんだけどその動機が自分が満たされたい、そういう場合が多々あるし、またそれが本当の意味での世の中が、ね、良くならない、いつまでも課題が残る大きな原因の一つになっていたりするんですよね。だからそこの部分をいかに克服していくかっていう内容にもつながっていくんですけども、うん、まあちょっとその辺はまたいろいろね、話すといろいろ出てくるんで、ちょっとまたそれは、うん、またそういう場とか持っていけたらなと思うんですけども、うん、まあ、ちょっともう45分経ってますけども、あ、そうそう、だから現在と未来をね語ろうとして、まあ、最近の流れを中心にね、でもうなんて言うんでしょう、うん、だからどんどんもう進めていくしかないんですね、あとどんどん回して、で今本当にいろんなこのブログもそうだし、あるいはツイッターやらフェイスブックやら、まあ、そういった便利なものがねできてきたんで、今まではこうなんていうの、途中でねその権力によって、うん、いろんないい情報もこうねじ曲げられたりとかねしてきたわけですね。だからそういうものに持ってる人が強くて自分の思い通りにできてしまったんですね。だから権力持った人が正しくやってればいいんですけども、やっぱりだんだんそれが、ねずれてきて、自分の思いを満たすを中心にしてするようになって、うん、だから本当に正しい間違ってるじゃなくて自分にとってどうかっていうことでやっぱ操作されてしまうことが多かったですね。それがその壁がどんどん崩れて、ネットの普及とかね、そういう、ね、IT の進化がマイナス面ももちろんあるんですけども、プラスの面としてそういうもの出てきましたから、どんどんね中東の革命もそうですけども、 Facebook でね、本当あれ短期間ですよね、どのぐらいでした、2週間ぐらいですか、すごい短期間でそこまで世の中を動かしてしまったっていう。で私はすごくこれからですね、今年はあと、ね、2ヶ月も切ってますけども、来年2012年